刻は午後7時と相なった。これよりはビート&834サテライトフラッシュじゃ。毎週水曜日の担当は服部半蔵忍者隊でござる。よろしゅうお頼み申しまする。本日の主人は破天の延期丸といたわりの柊木でござりまする。我ら服部半蔵忍者隊、ここに水産よさあ、こたびはですね、リモートなる術を用いて生放送でお届けいたしまする。あ、びっくりした。お願いいたしまする。声でかいでかい、びっくりした。あ、申し訳ございませんね。ちょっと、もう少し音下げてもらっていいですか。わかりました。もうちょっと静かにしまするな。耳がハチ裂けると思ったわ。No、そんな大きな声出しておりませんので。うわー、大きかった今。もし、あ、それでございます。眠気が一気に覚めたもの。あ、覚めました。それはよかった。今、眠気を覚ますために大きな声出しましたように。よかった。ああ、わしのためにやってくれたの。あ、さようでございます。ああ、すごく助かった、じゃあ。さあ、ちょっとこたびも暑かったけども、名古屋城。暑ござりましたな、本人。いつまで夏なの、じゃあ。いやでもなんか年々なんか伸びとるなという感じはしまするが、なんか今年の夏は残暑がなんか10月まで続くのではと言われておりまするゆえに、10月まで暑いということ、はあ、ゆえに秋ないんじゃないかなってちょっと思っておりまする。私、あ、そう、はあ、ことか、はあ、いやー、わし本人暦の中で一番秋が好きだから、もうできるだけ秋が長い方がええんじゃけどないや、わかりまする。ただ秋となると花粉が飛びまする上に、あ、花粉飛ぶな、あ、私にとってはちょっと辛き時期にはなりまする。まあ確かにわしも花粉持っとるからあれじゃけど、まあでも春よりはマシじゃから、いろいろ、あ、そうでございます。そうそうそう、うん、だからまあいろいろこうの考えても、まあやっぱり秋が一番好きじゃな。あ、やはり金木犀とか好きじゃからわし。いやもう本人そうでございますが、なんか延期丸殿といえば私の中では金木犀となっちゃいますよ。何でもかんでもはなんか金木犀のこう勝手なイメージとなるものがついております。ああ、それほどまでにわしが金木犀っていうことでな。はさて、今週はですね、まあ皆さんも聞いて分かったと思うけども、半蔵様が休戦日ということで、わし、延期丸と柊木の二人でやってまいりまするが、半蔵様がいらっしゃられるこたび初めて我らの声を聞いてる者がおるやもしれぬから、まずは我らの隊の紹介をばお願いいたしまする。は、我ら徳川家康と服部半蔵忍者隊は武将のふるさと愛知、武将観光をより一層盛り上げていくため、徳川家康様をお支えした服部半蔵様を中心に忍者の精鋭たちによって誕生いたした愛知の魅力を発信する観光 PR 隊でござりまする。日々、はい、名古屋城にておもてなし、同日祝日には侍忍者ショーを行っておりまする。ああ、そうでござる。さあ、現世においてはですね、電波線も用いて忍者の文化そして愛知を盛り上げていきたい所存にござる。では改めて本日のメッセージテーマをお願いいたす、ひらぎ。は、こたびのメッセージテーマは花火の思い出ござる。じゃあ、やぶみ、メールはミディアス FM の電子版ホームページのメッセージをクリックしお送りくださりませ。またミディアス FM の専用アプリからもメッセージをお送りいただけまする。アプリのダウンロードはミディアス FM のホームページからよろしゅうお願いいたしまする。皆様からのメッセージお待ちしておりまする。あー、よろしゅうに。あと、わかったわ、主のはっていう声が大きいんじゃん。主がはーっていうためにわしの耳が破裂しそう。じゃあそれでちょっと目覚ましにしていただいて。なるほどな。こうちょくちょく来るはでわしの眠気を覚ましていただけると。は助かりまする。いいですか。はい、ということでですね、そもそも花火というのはですね、我らが主君徳川家康様が関係しておるということは皆様方知っておりましたか。いや、そうなんでございまする。家康様が幕府を開かれた後に、武器、弾薬の元になる火薬の製造を禁止され
ったんでござりまするが、うん、直轄地である三河の地だけは、うん、あの火薬の扱いを許されたのでござりまする。さようでござる。火薬を戦のためにではなく、うん、平和に利用する方法として年に一度火薬を筒に入れてこう祭りであげるようになりまして、それが手筒花火になったと言われております。おい、今でもあの東三河の手筒花火じゃったり、あと岡崎の花火大会が、うん、あの大変人気なんでございますが、その花火の誕生に家康様が関わられたと思うと、いや本人一層感慨深いなと思いまする。おじゃの、ちなみにその柊木は今年どこか花火見に行ったりしました？いや、それが今年本人行けとらんくてでござりまして。なるほどな。一瞬だけ、半蔵様とセントレアの方に、中部国際空港セントレアの方に、うん、あの盆踊り大会がござりまして、あ、行っとったの。そちらに、うん、は行った際にあの、うん、ちらっとだけ遠くの方に花火があの一瞬見えたというのはありましたが、はほう、ええー、な、それなんか、いや、本人、半蔵様と、花火上がっとるって言って、綺麗でございまするなって言って、二人で。何その、ミュースカイに乗りながらってことじゃろ？あ、違いまする。あの、盆踊り大会中でございます。あ、スカイデッキで見えたということ？あ、さようでございまする。え、偉いな、それ。は、いや、まこと綺麗でござりました。ええな、なんか。うん、縁起丸殿はいかがでござりまする？私はもう、これっぽっちも、みじんもないな。花火じゃろうなと思いました。なんか暑いから外出るのってすいません、そもそもやはり外にはあまり出たくないし、うん、近場で花火大会もやっとらんし、わしの屋敷の近くで、あ、うん、さようでございます。でわざわざやはりそのなんじゃろな、花火大会ってやはり人が多いじゃろ、うん、だってその人混みの中に行くというのもわしはちょっとあのもう難しいからってなってもらうと、やはり今年は、てか今年というかもうここ何年かはもう見てないな、花火が。あ、そうなんでございますか。あ、ではあの人混みが嫌でございましたら、おのがで買ってこうどこかでこういなんか花火出すのはどうでございます？一人で？一人で。さあということでですね、皆様方にも花火の思い出、見に行きたい花火大会、地元の花火自慢、何でもよいで聞いてまいりたい。皆様メッセージどしどし送ってくださりませ。ではここで1曲、ワニマ殿で花火。服部半蔵忍者隊が生放送でお届けいたしておるビートアランド834サテライトフラッシュ、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしておりまするぞ。本日のメッセージテーマは花火の思い出ござる。さあどんなメッセージが送られてきておるかな。量産送られてきておりまする。それでは早速読ませていただきまするな。お願いいたす。ラジオネームマレンローズ殿、忍者隊の皆さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。千葉県から FM プラプラで聞いています。今日のテーマ花火の思い出ござるですが、テレビでなら、うん、秋田県の大曲の 花火を見たことがありますが、うん、新潟県の長岡の花火と茨城県の土浦の花火の、日本最三大花火を、いつかは生で見て、僕の花火の思い出にしたいと思っております。そのことにございまする。なるほどな。その確かに日本最大花火ってあるな、日の本の。これではといえば大曲の花火大会、あの延期丸殿ではあの出身でございませんか。そうじゃの、これ見たことありまするか。ない。あ、ないでございますないな。あ、だそれこそやはりその日の本じゃと、要はからくり機で、要は、それこそその三大花火というものを紹介するといった、うん、なんか映像で見たことはあるやもしれん。あ、あ、映像じゃな、うん、だって生で見たことはないな。あ、あ、そうなんでございます。今年はあのこの後8月31日にこの大曲の花火大会開催されるということで、うん、あ、そうなんじゃ。でそれの同じ、花火つながりで言うと8月31日同じ曜日、日付でございまして、あの千田市の、第11回新舞妓ビーチフェスティバル花火大会も8月31日に開催されるということで、はあ、まだあの花火大会見れるということで、お近くのところござったらぜひぜひ。そうじゃな、いやだね、うん、
ええー、な、確かにその夏の終わりに花火を見るというのはええかもしれんな。いやそうでございますね。ちょうど、うん、あの寺子屋とかわっぱたちの夏休みが終わる時期と、うん、重なると思いますゆえに、まだ花火見とらんよというものはぜひそちらの方にも足を運んでいただいて、最後に見て作りになるかななんて。花火ってええなと思うかもしれんな、うん、確かに。いやそうですな。いや行きたい、私も。なんかこうでもやはりこうな、わしの中ではこう人混みというのがやはり行くまでの、はあ、その要は混雑というのをやっぱ考えてしまうから、わしは、うんうん、確かにそのテレビで見るというのは一番いいかもしれない。からくり機で屋敷で見るというのが一番いいかもしれんな、はあ、まあ確かに現世今そういうのは進んでおりまして、いろんなところでそのあのからくりテレビでこう中継なるものされとって、実際にその場に行った気分も味わえたりしますに、あの円形丸のみたいにちょっと遅そうとか混んでるとこ嫌じゃなっていうものは そちらを活用するのもええやもしれませんな。なるほど、確かに、うん、おすすめ、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いてまいりまする、はい、ラジオネームうどん県大好き殿、うん、私は今月13日女性の友達と一緒に花火を楽しみました。いつも一人で花火を楽しんでいましたが、今年は二人で仲良く花火を楽しみました、とのことにござりまする。それはそのおどんけん大好きなのはおの子なのかおの子なのかだけどな、どっちなんじゃ、どっちなんでござりまするかな。なんでこれおの子じゃとしたら、うん、だいぶその何ですかのこう展開してったなこれな。あ、そうですな、やはりだいぶその分かんないかな、その友人って書いてるけども、うん、いつも一人のところ二人でなったと、はこれはチートばかなんかこう恋の予感を私は感じるけど、どうなんじゃろ。もうすぐそちらに持っていこうとしまってな。いや、そりゃそうじゃろ、だってこれいつも一人で花火を楽しんでいましたかと、うん、今年は二人で仲良く花火を楽しみました、うん、確かに絶対なんか恋じゃろこれはもう。恋が始まったって、恋が始まったよこれはもう。めでたい、いやめでたい、いやでも、うん、女子だとしても、うん、まあ、一人だったところは二人になって、まあ、ワイワイとこの夏は楽しめたということで、まあ、ええー、思い出作りになってええなと思いました。確かに、私もなら行きたいな、どこか誰か共に行ってくれないかな、誰か誘ってみてもいいのかな。誰かみんなで、タイのみんなでもなんか一度行ってみたいなという気がしまするな。ええー。あと忍者隊で。まこと。わーって、は。いや、じゃあなー。たな。だったらわし一人で行きたいわ、わしは。ああ、そうですよ、それが。じゃあもう、うん、あの、円形丸殿一人で行っていただいて。いいよ、まあ、みんなで行けば。みんなで。わしは一人で行くから、ほいだら。いや、そんな寂しいこと言わんでくださりません。私も一緒に行きたいから、みんなで。なるほどな。まあ、でも本人良かったでございますな。いや、楽しそうで、うん、ええ思いできたと思うわ、うん、さあ、ありがとうございました、うん、さあ、続いてまいりまする、ラジオネーム、ゆずきりょうとの、こんにちは、うん、花火の思い出といえばディズニーに行くと毎回楽しみにしていて、ディズニーに来たという感じがして好きです、ハロウィンの時期のミステリアスな仕掛け花火は忘れられません、ソアリン越しに見れたのも綺麗でした、とのことにござりまする。そのなんじゃ、そのソアリンってなんじゃ、ソアリン、これ乗り物でござりまするな、ネズミ遊戯国 の、 あの海の方にある、ああ確か水の方な、は水の方に確かある乗り物じゃった気がします。るソアリンっていうのがあるんじゃ、ソアリンというものが、そのなんじゃディズニーっていうところは、はあ、何こう毎日花火打ち上げてるということ、その演舞ショーなるものがござれば、うん、あるのではないかなという、私は勝手にこう想像しとるのは、あなるほどの、よくあの城の前、ゆえにシンデレラジオとか言われるところの前でなんか上がっとる映像は見たことありますね。確かに、うん、なんか花火という、まあ、確かにこうイメージというのは強いかなとは思います。確かにな、えらい金かかっとるな、ディズニー。そうですな、いやすごい、しかもこのハロウィンの時期にも見れるということで、夏だけではなく、うん、秋見れるっていうのは、うん、ええなと思いました。確かに
夏は暑いからあんま外行きたくないけど、確かにこの秋の花火はええかもしれんな。うん、そうでございますな。あ、このなんかミステリアスな仕掛けがすごく気になるけどな、わしはどういうことなんじゃろうな。いや、わかりませんが、まあ、この秋の花火大会、このネズミ湯国だけではなく、先ほど上がった、うん、三大花火大会ではなくて、三大花火大会の一つ の茨城の土浦の花火大会の方は、2024年の11月2日が今年は確か開催日でございまするゆえに、こちらも秋に見れる花火ということで。あ、そうなんじゃ。あ、ゆえに秋になったら茨城の土浦の方に行っていただければ見れるかなと思いますゆえに、そちらも駅丸殿の秋ゆえぜひ。あ、ちょっと遠いな茨城距離、まあ、ちょっと終わりから距離がありますよ、ね、そう、ちょっと遠いな、ゆずきりょうどん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続いてまいります。ラジオネーム、さきぴー殿、こんにちは、インキマルさん、ひらぎさん、暑い中出陣お疲れ様です。ありがとうさん。今日のテーマ、花火大会の思い出ですが、高校1年の時、花火大会に行ったことです。花火大会が終わり、私も友達も、暑さと、私の方が、サンダル、そして、友達が健康サンダルで足が痛いので、バテていました。そんな中、駅までの道に迷い、より歩く羽目になり、雨場で降ってきて、最悪と言いながら歩いていました。そこへ父が迎えに来てくれて、お腹空いてない？いいとこ連れてってあげると言い、私と友達を初めて回らないお寿司に連れてってくれたことです。嫌な思い出になるところでしたが、とっても美味しいお寿司を食べさせてもらえたので楽しい思い出になりました。まだまだ暑い日続きそうですが、体に気をつけて頑張ってくださいとのことにございまする。あー、なるほどな。うん、これは確かになんかもうええな。そうでございますな。ああ、絵を燃えててちょっと思うわ、これは。これ私、一つ引っかかったんでございます、それが。何友人の方、健康サンダルで花火大会行かれたんでございますな。ああ、そういうことじゃな。うん。はあ、なんか、まあ確かに足の健康にはいいかもしれませんが、ちょっと、足痛そうじゃなって。確かにその友達はおの子かな、うん、これは出た、すぐそちらに持っていく。これはおの子か、私も友達も。だからしかも高校1年生の時じゃろ。はお腹が健康サンダル、これは履くかな、履くか。いや、まあみんな履くか別に、まあ屋敷にあったらそれは履くか別に、まあ、屋敷にござれば。あ、まあ、もし持っておったとしてでも健康サンダルで行こうとは思いませんな、うん、これそうじゃな。はあ、おの子でも健康サンダルで行こうとは思わない。もしかしたらその時なんかこうツボを刺激したかったのやもしれませんな。もうさらにより健康を高めるためにわざわざ花火大会の時にか一石二鳥で言って。あ、そうかそうか、荒くしなっつって。はあ、あ、確かにこれは確かに痛いじゃろなし、痛くなるわ確かに、うん、痛くなりそう、うん、でも回らないお寿司食べて、いや、ええー、なー、お寿司食べたい食べたい、ぜひ我らも連れて行ってくださいませ半蔵様ということで。あ、これはだから半蔵様に言おうなっちゃったな。あ、寿司連れてってっての。そうでございますな。そうじゃな、みんなで回らないお寿司にお願いいたしまするということで、うん、朝キビ殿ありがとうございました。ありがとうさんじゃ。さあ、ではじゃあもうぼちぼち時間じゃから。そうでございまするな。うん、さあ、ということで、さまざまな思い出皆様方ありがとうござった、うん、いやー、わしもおなごと花火大会行ってええー、思い出作りたい。それではここで一曲ちゃんみなどので花火ビートアランド834サテライトフラッシュ、午後7時から30分間の生放送で服部半蔵忍者隊がお送りしてきて申しましたが、あっという間に失礼な僕でござる。こたびはですな、花火の思い出を聞いてまいった、今月下旬の週末に愛知で見られる花火としては安城デンパークのイルミネーションと花火の掛け合わせショーでござったり、
あと犬山のリトルワールドのでも花火大会、あと先ほど言いました千田市の、第11回新舞子ビーチフェスティバル花火大会もございまするゆえに、ぜひぜひ皆様夏を堪能してくださりませ。さてこのように毎週忍者や戦国に関する知識を交えながら楽しく皆と交流してまいるで、来週もよろしくお願いいたしまする。さあ、この放送を聞いて忍者に興味が湧いたよというものは、ぜひ服部半蔵忍者隊で検索してくださりませ、ホームページに出陣情報がございまする。その他 X、Instagram、YouTube、TikTok、Facebook など各種電子網を通じてかっこいい忍者の姿、我らの活動の様子を発信しておりまするゆえに、ぜひご覧くださりませ。なお、お行さんの方からメッセージを頂戴いたしましたが、国の都合上すべては紹介できませんでしたゆえに、ラジオネームだけでもご紹介させていただきまする。ラジオネーム、白ヤギメイ殿、福岡のともしげ殿、南下陽一殿、服部隆弘47歳殿、いつも明るいみほにゃん殿、直美殿、ハンドル殿、後ほどしかと読ませていただきまする。行さんのメッセージ誠にありがとうございました。では来週のメッセージテーマを発表いたす。来週のメッセージテーマは、お主はうどん派そば派じゃ。メールはメディアス FM のホームページにあるメッセージボタンから、またメディアス FM の専用アプリからもお送りいただけまする。皆からのメッセージお待ちしておる。そしてこの放送はメディアス FM の YouTube チャンネルにアーカイブとしてアップされておりまする。メディアス FM YouTube で検索してぜひ確認オーバー。それではこの後は再び宮坂好み殿のビートアランド834でお楽しみくださりませ。来週のこの時間にまたお会いいたそう。来週は半蔵様もしかといらっしゃりまするぞ。ここまでのお相手は破天の延期丸といたわりのヒイラギでございました。最後はこの曲にてドロン、 SKE48 殿で花火は終わらない。いやもうわしは一人で線香花火をするから。私もしたい。